え前回のね、魂の脱皮を経験したっていうお話の続きからお話しします。えー、前回、魂の脱皮を経験して、その2日後ぐらいからいろんな不思議な体験をし始めたっていうところまでお話をしましたが、具体的にどんな体験をしたのかということについてお話しします。でまず2日後ぐらいから、えーとね、明らかに感じていたのは、なんか不思議な力とつながれるようになった。しかも、かなり高次元の、あのー、波動の高い。 存在エネルギーと繋がれるようになったっていうのを感じました。で、なぜそれがわかるのかっていうと、えー、1月の21日にそのいろんなねスピの能力の方、霊能力のある方々と一緒に、えー、岡山市内の有名な神社をずっと訪れていたんですね。4か所ぐらいずっと訪れていて、えー、まあ、具体的な名前言ってもいいんですけども,も、もうかなり有名な場所です。岡山市内ではもう一番ここっていうぐらいすごく有名な。 あの桃太郎伝説の元になったような神様が祀られている神社。で、その裏山は、えー、と裏山一帯の山々は、えっ、ー、とね、竜竜神様がいるっていうことであの知られていて、竜雲と呼ばれている竜神様が飛んだ後のあの、飛行機雲の太いようなやつがいっぱい跡が残ってる、空にいっぱいその飛んだ跡が残って、痕跡が残っているっていう、そんな写真がたくさん撮れるとこ。で 竜の名前がついている神社とか、そういた山とかがたくさんある一帯なんですね。えー、でも、あの昔から日本の中心だったとかって呼ばれているような、そんなあのとても新鮮な場所っていう、そんなとこを訪れていました、神社参拝で、まあ、初詣も兼ねて、兼、えーはい、ねてあの訪れていたんですけれども、その時に私は人生で初めてね、波動良いというのを経験しました。で えー、波動良いという言葉聞かれたことない方多いと思うので、簡単にご説明すると、波動が高い、神社ってまあ神様いらっしゃるところなので、とても波動が高い、エネルギーの高い空間、場所ということなんですが、えっとね、敏感な方、霊能力のある方なんか行かれると、多分ああ、ここは。 波動が高いねみたいなことを言われる方いらっしゃるんですが、一緒に行ってた方が、そういったのがすごくよく分かる方で、ああ、そこのハイデンにいらっしゃらないと思ったら、こちらの本殿の方にいらっしゃるんですよね、みたいな、神様がいらっしゃる場所とかも分かる、で、この裏山一帯が、ああ、いらっしゃるんですね、みたいなのが分かる、そんな方と一緒に、えー、と参拝させていただいてたので、私、そういうつもりもなく、普通にいつもね神,社神社参拝をしてたんですけども、あそうなんだ、こっちにいらっしゃるんだと思って意識したら、 あそういうなんかさっきからすっごいこのみぞおちのあたり、第三チャクラのあたりがキューって押されてるような、なんか絞られてるような、すごい圧,圧力を感じてるわって、波動酔いをする、波動がめちゃくちゃ高いところにあのいきなり行くと波動酔いがして、めまいクラ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 、めまいがしたり、あのズーム。 カメラですごい急激にパーンズームして普通に戻るみたいなのを繰り返しているようなすごいなんかそのクラクラ感がすごいよっていうのを聞いたことがあるんですがあこれがそうなんだっていうのを初めて体験しましたでその時にみ、ま、ぞ、あ、落ちの辺りをキューッと押されてるようなキューッて圧力がすごいかかってるっていうのを感じてあこれのことなんだって高い波動とかっていうのはこう,こういうことを読んだ波動よいとかってこういうことを読んだっていうのを体感で感じてえー、なんかね めまいみたいな、なんかくら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 するわ、あこれ、波動酔いだって、体が慣れてないので、いきなり高い波動のところに来たので、あそれでちょっと波動酔いを起こしてるんだと思って、えー、心臓がドキドキしたりとか、なんかちょっと気持ち悪さ、キューってみぞおちを押されてるような感じなので、なんか気持ち悪いっていう、あの、好、ま、天、あ、反応とかって呼ばれてるようなことって、いうお伝えしたら分かりやすいのかなっていう。うん、波動が高いんだけど体感ととしてはちょっと いい快適な感じの気持ちじゃない気持ち悪いめまいがするうーんめまいがするキューってなんか圧をかけられているような感じ心臓ドキドキしてる,してるとかなんかそんな感じのね違和感を覚えてあ これがそうなんだ、高い波動のところに行くとこういった感覚があるんだっていうのを初めて体感しました。で波動よいっていうのもこういうのを読んだなっていうのも初めて体感して名前、名前とかね、そういったものがあるっていうのを概念は知ってたんだけど、初めて体感して、でその時きの,のことは覚えてたんですが、寝てる時、えー、脱皮をした2日後ぐらいに寝てる時に、同じ波動よいと同じような感じのクーって圧がかかるような、すごい、あこれ、あの時の体感だって分かるような感じ。 高い波動の存在とかエネルギーと今つながってるんだなっていうのがわかる。そんな体感から始まりました。寝てるときにね。で、なので、ちょっと、体は寝てる、意識は寝てるんだけど、ちょっと覚醒してるような感じ。うん。その、すごい高圧力、うーってなんかあの高い波動で。 ちょっと覚醒して意識がちょっと目を覚ましかけてるようなそんな感じですよね。あなんかつながったみたいな。寝てるときによくチャネリングの状態になって、もともとなんかつながりやすかったんですけど、寝てるときはなんかいつもチャネリングの状態になってるな、私。起き抜けとか、えりなとか、うつらうつらしてるね、その潜在意識がつながりやすい時間帯とかって、なんかすごいチャネリング勝手に。 体がなってればっていうことが多かったんですけど、うん、その時は完全にね寝入り花とかであの寝起きとかでもなくって寝てる最中にガーッて高波動の圧を感じたのであ神社の神様と同じような感じの感覚になってるっていうのを感じたらその次の瞬間で、ね、ビジョンが見えだ出して。 チャネリングしてる最中みたいな感じでバーってビジョン見えだして、神社をみんなで参拝してたんですけども、その時の集合写真を撮ってるような感じで、みんなの顔がバーって一斉に見えだして、集合写真撮ってる時みたいな感じとかって見てたら、その中のお一人だけスポットライトパンって浴びてるみたいな、明るくなって、その伝能力が一番強かった方、いろんなことを詳しくて、私に教えてくださってた方なんですけども、その方の顔だけがパンって明るくなって、スポットライトが浴びたような感じになって、その時にメッセージが出てきて、いつもつながってるよっていうメッセージだったんですね。 これこの背景からして、この前訪れたあの神社の背景だから、ああ、その時の神様からのメッセージなんだって思ったんですね。同じような体感。で、背景見えてる背景もその時の神社の背景だったので、ああ、神様、この時の神社の神様からのメッセージなんだと思って、えー、その方に伝えました。こんなメッセージ降りてきたよって、寝てる時につながってねとかって。 なんか、あの、同じような感覚になってね、歯動よいの,あの圧みたいなのが寝てる時にかかってね、で、こんなメッセージで、こんな見え方で、スポットライト当たった感じで、で、多分みんなにも伝えたいんだろうけど、特にこの方に伝えたいみたいな感じのスポットライトの浴び方だったので、お伝えしますねっていう感じで、でいつもつながってるよっていうのをお伝えしました。で、これでも私に伝えてきたっていうのは、私も関連あるんだろうなっていうのは感じてたんですが、えっ、ー、と、まあ、なぜかというと、私、 その時訪れたあのー、二つの神社とか、まあ、神社仏閣ね、他の他にもお寺とかあのー、にも訪れていたんですけども、お稲荷様とかね、えー、その時に行く先々でお願いしてた、まあ、お礼を伝えて、そのあとお願いもしてたんですが、お願い事っていうのは、共通した同じお願い事をしていたんですね。何かというと、いつもつながっていてくださいっていうことをお願いしてました。なので、あ私がお願いしてた、いつもつながっていてくださいのお返事。うん いつもつながってるよっていうメッセージは私,の私に対するお返事でもあり、スポットライトポーンって浴びてたあの方に伝えるためのメッセージでもあるみたいなそんな感じのビジョンだったんですね。で、そのメッセージ、スポットライト浴びてた方にお伝えするとああ、そうでした、そうでした、忘れてましたって反省とか言われてたのであのなんかそういったもともとつながってるっていうの分かってたのになんか最近ちょっと、ね、それを、えー、と思い出せてなかったみたいな感じでなんかピンとこられていたのでああ、そういったことがあったんだなっていうのを。 うん、感じたんですけども、えーっとね、なんかそういったメッセージ、高次元の高い波動の存在からつな、うん、がってもらって、メッセージを受け取ったり、ビジョンを見せていただいたりということがあったり、であとね、えーっと、お昼ぐらいに、はってなんか、あなあのもともとというか、最近私、とっても太陽を見ると幸福感に包まれるような感覚が強くなって、ああ 今日太陽出てる、晴れてる、ああ、幸せと思って、そんな過ごし方をこの2、3ヶ月していたんですけども、で、あ太陽を見ると、頭の脳の中心にある消化体と呼ばれてるところが活性化するよっていう話も聞いてて、講座の先生から。で、そこの消化体が活性化すると、いろんな今までの、ね、2000回ぐらいずっと理廻転生繰り返してる、その過去性が、えー、記憶、 されてる場所が消化体なので、そこが活性化することによって、なんかいろんなね、記憶が記憶が蘇ったりとか、えー、そこからいろんな情報をダウンロードしたりとか、なんかいろんなことができるようになるよっていうことだったので、活性化しようと思って、あのロングブレス法、長い息をするっていうブレス法とか、太陽光を直接見るっていう、そういった活性化の仕方を教わっていました。で私はロングブレスよりも太陽光を直接見る方がピンときたので、うん、簡単だなっていう感じで、太陽光を直接見るということをやってたんですけども、 もしかしたら関係あるなと今感じた、しゃべりながら感じたのは、太陽光を直接見ることをして、もともととても目が弱い人だったので、太陽光見れなくて、まぶしさにすごい弱くて、常に犬の散歩とか外に出るときには必ず帽子をかぶっているぐらい、太陽光が見れない、まぶしさに弱い人、目が弱いって自覚してた人なんですけども、消化体を活性化するためだと思って、パッ、パッみたいな感じで、0. 何秒ぐらいからトレーニングをして見れるように。で、それをしてたら、だん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 見れるようになって、今 1> 1分ぐらいずーっとじーっととじ見てても平気になっっちゃったんですよね <laughs> なんか慣れちゃったのか慣れるのかなまぶしさってっていうぐらい幸せっていうそういった感覚を覚えてしまったので太陽光を見ることに対してまぶしいやっていうふうに思ってたんだけどなんであんなに嫌だったんだろう太陽光のまぶしさがっていうぐらい今はもうとにかく太陽光を見てるだけで幸せエネルギーチャージしてる充電してるっていう感覚でじーっと見てることが増えたのでうん。 それがもしかしたら、あのー、魂の脱皮経験を早めたかもしれないです。で、いろんな高次元とか高波動の存在とつながれるようになったのも、もしかしたら消化体を活性化してたからっていう、そんな関連があるのかなっていうふうにね、しゃべりながらちょっと思ったので、この情報をお伝えしてるんですけども、そういった感じでね、視力が落ちるからとか、目によくないから直、直視しない方がいいよ、じっと見ない方がいいよって言われてるのは皆さんご存知だ,だと思うんですけども、私はね、 幸福感が得られる方がなんか大きかったので、ついつい太陽を乱したら癖になっちゃって、目が離せなくなっちゃうみたいな、なんか本当エネルギーチャージしてるっていう感覚が強いので、うん、消化体活性化する目的でやってたんだけど、なんか太陽、目が離せませんみたいな感覚で今はやってます。うん、多分ね、スターシードの魂の部分が喜んでるんだと思います、太陽を、太陽光を浴びる、目を通して浴びることによって、喜んでるんだなっていう、そんな感覚です。うん 他にもねできるようになったことっていうのが、その龍に関連のある神社を参拝したからなのかわかんないんですけど、そういった龍神様のような形をした雲に出会う遭遇率が高くなりました。うん、1ヶ月も経たない期間、2 3週間ぐらいの期間に、3回ぐらいそういった、あれこれ龍神様じゃんって思うような雲を目撃することが増えて。うん とね、今画面共有ししてちょっとお伝えしますね例えばどんな雲なのかっていうのが画像を見ないと、ね、ピンとこないと思うので,でその雲,雲たち、えーっとね、ちょっと待ってね、こっちが画面共有でお見せしますね。これ、一番最初に見た雲はこちらなんです。これ、3箇所目、21日に訪れた神社たちの あの参拝ツアーで行った3か所目のピ目チュ中国分寺っていうところ岡山市じゃなくて宗教市内だったと思うんですがその時帰り際にねこの雲なんかおかしくないっていうふうにその敏感な方が気が付いてなんかね密度が違ったんですよこの雲だけが他の雲は普通ふわーっとした普通のねふわふわっとした感じなんだけどこの雲の胴体見るとギュッ ぎゅって硬い感じの密度が違ってて、色がね他の雲よりも濃くて黒くて、なんか筒状になってるよね、あの雲みたいな密度が濃い黒い雲が下の低いところに横に、横長な感じになってて、なんかこの雲変わってないみたいなことを言われてて、んーで注目してたら、あれ、顔がついてるぞ、この雲はみたいな感じなんですよ。でよく見ると、これ胴体で、こっち頭がついてるの分かりますかアップ、ちょっとクローズアップしてみます。ずんずんずん 頭、ここ、目があって、ここにも目があって、目がね、こっちの方向、真正面を見てるんですよね。で、ここ、鼻が2つ続いてて、これ、口がカパッて開いてて、ベロがここにあって、下顎で、この口からもくもくもくって、なんかね、炎みたいな黒い、えー、雲を出してるんですけども、で、ここ、手が、ちっちゃい手があって、ここ、後ろ足、前足と後ろ足があって、ここ、角があって、で、胴体でしょ。で、胴体、なんか、雲から出てきてる最中の胴体みたいな感じに見えるんですけど、 これ、に見えませんか竜、うん、だーっていうことになったんですよ、あの私たちも。ああ、竜だーって、この雲あ。ちょっと、うん。で、もくもくってした、もやもやっとした雲の中から、硬い密度の、高い密度の個体がにょにょにょって出てきてるような感じなんですよね。ね。そんなふうに見えません私たちとなんかね、そんな感じで、ああ、竜だ、竜だーって言って、すごいなんか騒然としたんですよ、この時で えーとね、見てる方向まで見えるっていう感じで,でも初めてだ、こんなはっきり分かりやすい竜,竜雲って呼ばれてるんですけど竜のような形をしてる雲っていうのはあの普通に、ね、竜雲って入力するとすぐ自動で変換されるぐらい一般的な言葉なんだって思うぐらいあの竜雲とか竜神雲とか,なんかそんな感じでね、えーうん、竜,竜神様が具現化したような雲っていう。 そんな感じのものなんですが、他にもね、これ、21日に見たもので、えっ、ー、と、この脱皮を経験してから数日後、それこそ本当、もう2日とか3日後ぐらいに、家、いつも私は家の外に出て、玄関の前に出て、直接太陽の光がーっと浴びるんですよ。エネルギーチャージ充電みたいな感じですごいなんか幸せな気分になれるので、太陽光を浴びるだけで。もう晴れてるだけで超幸せみたいな、うん。で、そんな感じでやってると、 玄関出たときに、同じような横長の細長い雲が出てたんですよ。こんな感じ。で、ちょっとあばら羽が浮いてるみたいな、なんか、しゃもみたいとかって思ったんですけど、なんかね、しゃもみたいな細長い雲がバーっと目の前に見えて、なんか細長い竜雲みたいな雲が出てるって思ったんですよ。で、これ、尻尾もついてたんですけど、尻尾こんな感じ。なんかこんな、もう見えない、端っこが見えないっていう、ビーって長くって、やたらに長い。胴体 の端が見えない,わみたいななんか長い、すごい長い、パノラマにしても映りきらないわっていう感じだったんだけど、これ、頭どっちにあるのと思って西、西側を探してみました。思い切り前の方道路の,あの家の敷地を出て、道路のとこまで行ってみたら、やっと西の端の方に頭が見えてたんですが、こんな感じ、太陽のところに頭が見えてたんですが、これ、龍神様じゃないのって第一印象で思ったんですね。パッて見た時におや 龍神様出てきてると思って、すぐカメラ、あのスマホを取りに戻って、すぐ写真撮ったんですが、これ分かりますここ、太陽の左下。分かりますお目目が2つあって、口、長い口がガーって開いてて、牙も映ってるみたいな、ちょっとね、あの犬っていうか、オオカミみたいな顔してるんですけど、長い細い口、カパー開いてて、ね目ん玉2つつってて、なんかね、これ、龍神様でしょうっていうような、結構はっきり。 太陽の下で照らされて、わー、分かりやすーと思って、こんなのがいきなり見えるようになったんですよね、見えるようになったっていうか、来るようになった、自宅まで、うん、っていう方が正しいのかな、自宅まで来,来てくださるようになったっていう感じ、で、その後見えたのが、これ、これもう、その脱皮してから1週間後ぐらいだったと思うんですが、これ全く違う、反対の、さっきの玄関は南側で,ですけど、これは北側の、ね、窓に映ったじゃない、窓から見えた雲で、 これなんかね、最初ソフトクリームみたいと思って、可愛いと思って写真撮ったんですけど、よーく見るとこれ、トグロ巻いてんのっていう感じなんですよ。まあ、無理やりかもしれないけど、なんかグニャグニャグニャって、トグロ巻いて、ここつながってるんですね。これは右端つながってて薄いけど、つながっててぐーっと巻いてて、ここに頭があるみたいな。白蛇とかね、白竜とか、なんかそんな感じの、まあ、トグロ巻いてる大きな蛇とか竜とかみたいな感じっていうふうに、後から見返すと、あ、ソフトクリームじゃないじゃんっていう感じで。 で、これをね、その、同じメンバーに見せたところ、なんか手に見えるよねっていう、そんな感想ももらってて、確かに指に見えるわ。天,天から降りてきた大きな手みたいな。あ確かにそんな風にも見えるねって思いながら、なんか不思議な方、じゃと UFO にも見えるよねとか、UFO が3つ重なってるみたいな、なんかそんな感じ うん、なんか不思議な雲、他の雲はこう、モヤモヤもやっとした、ぼやぼやっとした感じで普通の雲だったのに、ここだけなんか形がね、明らかに違う雲が出ていたっていう、そんな雲が次々に現れだしたんですよね。で、ま、だ他にもねあの、竜雲って呼ばれてる、あの竜神様が通ったあとの雲って呼ばれてるようなのが、本当玄関出て真上に飛んでいたりとか、おお、なんか毎日のようにこう不思議な雲が見えるようになって、うわな、なんなんだろうって思ってます。で、夜寝てる間に、 メッセージを受け取ることはまあ珍しいんですけど、つながったっていう感覚がすごくある。高次元の魂、高次元の、えー、と次元の高い,波動,なんていうかな波動、波動の高い存在とつなんか繋がってるっていうのが、寝てる間にしょっちゅうそういう感覚に襲われることがありますで。昨日の夜寝てる時も3回、一晩に3回、全く違うエネルギーの高さの存在と3回つながったっていうのが分かったんですね。で一つは、すごい高い波動。 今までで一番高いのは、うーみたいな圧をかけてくるみたいな。で、歯茎が痛くなるっていう、な,なんで歯茎が痛くなるんだって思ったんですけど、わかんない、<laughs> 初めての体験なのでわかんないんですけど、そのくらい、くーって高い圧がかかってくる。めちゃくちゃ波動が高い存在と、夜中寝てる間につながって、何かもったメッセージが伝わってくるのかなーと思って、メッセージなんだろうと思って集中して読み取っていたんですが、その時のメッセージはね、 古典とか古文とかって習ったような昔の表現、昔の日本語の表現だったので、私は理解できませんでした。<laughs> 古典とか古文とかちゃんと習ってる、興味のある方だったら、ああ、こういう意味ねって分かったのかもしれないんですが、私はなんか、えー、神様、なんか古い日本語使ってるの分かりませんみたいな感じだったので現代、現代日本語、現代国語を使ってくださいっていう、そんな感じで、なんか、なんかいただいてたんですよ、メッセージいただいてたんですけど、理解できませんでした、残念ながら。はい、<laughs> 以上です。 はい、ありがとうございました。